来た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 。大きか大きか。あ、どっちか来ないでと思う。イギじゃなくてルアナギ男。そうよ。コスカったね。コスなか。コスカって言うな。来た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 。二つ目ギジャータ。アキイカサイズ、これいただきましょう。あ？うん、大丈夫。今からやるじゃん。よしよし、それでこのイカちゃんを釣った。その花から地合いとか無視してもさばく、食いよ。ヒロキちゃんに食いよ。ほら、生きたエギから取った直飲にします。まずは締めます。まだピクピクしようよ、ヒロキちゃん。まだピクピクしよう。おお、鮮度抜群で、この炭を今回はちょっと取っときます。釣ってもう1分後ぐらいにこの状態になってしまう。この人釣ってすぐさばく。これぞ地産地消ですね、ひろきさん。あと1匹だけ刺身ば、ひろきちゃん、ね、うん、今から釣るよ、ひろきちゃん。大丈夫よ、ずっとおらんやった。また追いやったんやった。うん、結局また追いやったんやったね。大丈夫、立っただいね。いや、立っとんね、立った立った。お、来とったヒロキちゃん。ナイス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 。はい、リリちゃんと刀剣僕がヒロキちゃんのいいところ、ヒロキちゃんのかっこいい姿ば。どうすかどうすか、前の見え。右目ははいはい、来た来た、はい来た、4、3、はい、はい、1ぐらいやる多分。あ、ちょっと太かっちゃうんか、ちょっと大きかったか。そのドラグジャー上げれる、それアフトかよ。結構大きたやん、結構大きか。こっち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 、いける。大きか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 、おお、振り上げた。来た来た来た、大きか大きか。おい、よかったよかった、小石小揚げ夏十分よ、ひろきちゃん。我が人生に一点の悔いなし。おめでとう、ひろきちゃん。ありがとうございます。よかったね。大きかったね、大きかったね、大きかったね、うん、ちょっとサイズアップ。よかったやったよかったおめでとう。よかったね、ひろきちゃん。ひろきちゃん、よかったね。今日も釣れんとかな。よかったね。二人とも釣れてたよ。40分ぐらいかかっちゃう。ご飯炊けるぞ。炊けるの作ろうか。うん。これがあれば、車の中で、ね、うん、電気な暮らしができるのよ、 IH とか。あ、ね、もう今 100% になっとくけど、あ、こいつは使って今から料理するんですよ。はい、炊き込むご飯。ああ、身だけ、うん、身だけでも袋の中でそのまま食べる部分だけ、うん、取ってさ、うん、ここはきれいに炊き込んで、ここね、うん、だから、うん、あんたもうねふたかとね。いや、もうイカだけでいこうかなと思う。イカも炊き込むと、あ、まあね、飯もあれかもね、イカ飯もね。イカバターとイカ飯とでバブよかったかなと思って。うん、それもありやろね、うん、確かに。こっちは別にいらんかな。あんた一生懸命釣ったよね。あ、うん、よう釣れたね、こっち。うん、うん、マジばい。でもあんまいらんかも。いらんって言うな。食べる分だけ、ここだけ、うん、内臓出しとっけ。特殊なさばき方ばするよ、うん、あ、なるほど、ここじゃ骨のこっち側だけ、そう、なるほど、これだけ使えばよかろ。ああ、ね、なるほどね、上手 ねこっちの上手 ね持って帰ればよかや。何があったって感じ。
よっしゃ、よかったよ。でも釣れたけん、マジで、うん、ね、よかった、釣れたけんね、二人とも釣れたけんね、これでね、この微妙なここにあらさ、ここにあ嫌な骨さ、こいつも思うけど、あそういう仲間が落とさなかんだ、そう、そけんばい、ここは毎回めんどくさかっちゃう、ちょっとね、骨のえぐかさ、ここちらがそのままさ、そういうバタ焼き種か、はなんであんたバタ焼きにするの、バタ焼き美味しかったよね、バタ焼きだって兄すって言うてやろうもんな、ねえねえ、はい、こういうもんバタ焼きで美味しかった、それ炊き込み飯、鍋炊き込むと白飯っす、炊き込み飯って、それけほらほらね、完璧だろ、完璧だろ、完璧です、完璧でしょ、完璧です、でしょ、もうそんくらいよ、ジオがね、そんくらいよか、うん、うわお刺身でもいけるやつば、あーそうだね、炊き込みご飯やっけんね、贅沢のもんばい、うん、でこいつをここにポイポイポイって、はいはい、ね、しめじと人参と、うん、あのごぼう、お家で準備してきたやつ、ここにだよ、うん、あごだし醤油、ネコくんのそば入れてもいいよ、ここやろう、食べたことなかったもったい中にあると思って、うん、こういう入れてもいいか、あここまで匂いが、そうかも、じゃあ入ればいい、これこの状態でやってもこうやってこれ入れてみるか、これしてみるか、うん、これめっちゃ贅沢よ、こうその出汁ば入れて使うと、もうこれめっちゃめっちゃもったいなかけんが、はい、血弱しとったよ、次これめっちゃ美味しかった、これ猫くん、猫くん、お兄ちゃんにもちょうだい、お兄ちゃんにもちょうだい、これ入れ、おー入った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 、すげー感動、嬉しい、あこういうことやろうね、やろうね、今日何ワットですか、これすごいよ、ひろきちゃん知らん、次ケトル、ケトルもよ、いや、あ、で、ていうかさ、お湯、お水あると、持ってきてるでしょ、そりゃ、当然さ、それさすが当たり前やろ、もうかっこせえな、当たり前やろ、もう違うね、コーヒーも持ってきといよ、マジで当たり前、さすがね、当たり前さすがね、やっぱりカメラちっこうなんか大丈夫大丈夫、ちゃんと映っと、いや、あんたなんか映っとさ、顔ばっかじゃなくて、ちゃんとある程度撮ってね大丈夫、うん、仕事にそこまで求むんな、ちょっとまだ考えをしちゃったやろね、あんたさ、うん、取扱説明書読んだ、ここにあったわ、うん、読めお前何もしんの、お前文句ばっかり言ってお前勉強しろお前カメラ大変かとさ、早く食わせろ飯ば、お前食いたか、お前が一個も釣らんけんお世話だったじゃんか、お前こんなの、あ大きかちょっと大きめ釣ったよ、大してあら、うん、おはカップ麺まではね、なんかこの海で食べるカップ麺ってよかね、よかろうが、カップ麺ほろが、うん、カップ麺よかね、この電気もさ、上につけしまうか、ここ贅沢な環境、ああそう、ベラリーベラリー、めちゃくちゃ明るかこれ、すごかよ、なんかすごい絵面のね、なんかここもうスタジオキッチンのことだし、スタジオキッチン、うん、キッチンスタジオじゃなくてスタジオキッチンやろ、こんな厚なとこちょっと気になるやろ、あまだね、今日にはしとらん、電源切ったの、うん、今入れてもらった、さっきおさばきよったやつで、そう、ここのいか塗っとこやけね、ここね、うん、ちょっと見とこやけ、クソないよね、あとイカ臭かって、これ結構ついてる、こいつ弱かとかな、あ、バカばよ、熱っ、これまずか、熱か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 、声ですよ、それで先輩ずっと あ、落としてきた、ほら、あのあいつの真ん中にあったけん、あったまらんでおった、ああ間違えた間違えた、そうだそうだそうだ、間違えた間違えた、これダメ、ゲソダメ、ゲソだけで取り出す、なんでなんで、いや間違えた間違えた、ちょっとだけ出す間違えた間違えたもう手遅れ、待って火の取っとらん部分、もう手遅れよ、いや、まあ、大丈夫、まあ、大丈夫、まあ、大丈夫、ちょっとだけでもいいの、うん、これをちょっとだけでも取っておきたいの、よしよし、食い取っとくのね、あーよか、ほらちゃんと炒めれる、最高に嬉しかったけど、おいそうか、ほらやばー、こい車の中で食いやん、
めっちゃ嬉しかったけど。やばかよ。嬉しかね。嬉しか。え、マジこれ。最高とけど。あ、ほんと。最高とけど、ひろきちゃん。もう頼むよ。おいおい。ほら、ね、色付けに、もう切ってきたの、これを。もうちょっと火は通せば終わりよ。もうこれで終わり。ちょっと、マジやばくないこれ。もうこれ最高に嬉しか。ガバ嬉しか。ガップ嬉しか、俺。あんたでも分からんやろ、この喜び俺の。だって普通味で食ったかよ、これも。いや、おう、おう、嬉しか。うん、あんたも嬉しか、おう、嬉しか。けど、あなたほどまでやない。これ、車の中まで、ここ。信じられんとけど。うん、よかった。ひろきちゃん連れたけ、俺嬉しか。うん、よかった。あんたの連れたけ、嬉しかよ。おいは自分の連れんでもね、人の連れしゃき嬉しかっす。うん、ほら、ひろきちゃん。これ、ぶっちゃけさ、ひろきちゃんの釣った一匹まだ使っとらんけんね、この状態でさえも。あんたの釣ったちっちゃか方なんか、ムカつくこと言い方すんにゃ。ね、ちっちゃか方言うから。は甘いもんね、うん、刺身、うん、刺身でもあれですとかってね、うん、ちょっと待って、ちょっと、もうでも、うわぁ匂いばかりでんこれ。いやもうここに来る、わかる。だしの匂いがベーライス、めっちゃうまそうだけど。やばよ、ちょっと、炭場出らんでいいよ、出らんで横だけはずっとこう真っ黒だった、うん、すごい、ね、真っ黒。おい、入れんだよ。え、入れんで入れんで、あ、ナシいるって。あんたもイカスミ食わじゃん、あんたも。あ、あと1分やばい、急ごう。あ、ジロだった、ジロだった、ジロだった。オープン。いい感じ、いい感じ、ナシいいんじゃないこれ。贅沢な使い方。ああ。すごい、これいけてるでしょ、これ。おお、ひろきちゃん、バッチリ、これバッチリやろ、これ。しかも魚バッチリよ、ガッチリやろ。こっち、こっちパーフェクトやろ、これ。オープン。ギリギリまで開けて、これはもう熱のいっぱいでた。すごい。で、あ、もうすでに黒か。もう黒っけ、中すでに黒か。真っ黒、はい、真っ黒ラーメン食べましょうかね、ひろきちゃんね、うん、いただきます。いただきます。ひろきちゃん絶対うまいよ、これ。あ、うまい、うまい。あ、うまか。うん、だし入れてこれ、うん、だしなのかね。うん、うん、うまかね。うまい、うまい。あ、イカスミだ。うん、うん、うん、あんま変わらんね。うん、うん、これご飯もね、だしのかな。うん、肉箱でもピッチしとったかも。うん、全然よ。いしょ、ごちそうさまでした。あー、美味しかった。うん、まった。充電するか。ちょっとね、ギャッシュがいずれこうもう一回明るくしてきて、電気が増えたり増えたね。ちょ、あんたチカチカするぞ、ね、虫の一本も、虫の一本もね。すいかげにしてよ、ちょっと。もう今日釣れたけよかったで。でもね、二人ともちゃんと取れたよ。嬉しかった。こっち釣れたとはちょっと嬉しかった。久しぶりこっち釣った。久しぶりか釣った。なんとか太かったよ。さすがやったよ。よかったね。うん。大したもん。あ、大したもん、そりゃ。大したもん。眩しく。眩しゅしてやった。お。でも親分なんかデコにおった。俺は取れたばい。あ、よかった。取ったで、取ったテールさ、テカテカしよう。あんたの手の臭、あんたの手の臭がじゃがあんたはベロベロしてるか。あんたよかったよ、このデコボソって。どうしてよかったよ。頑張っていいからね。生臭かった。生臭、生臭。生臭かった。汚ったか。生臭かったやっぱ。いや、それあんた魚いじってから、臭から決まってきた。
大変だから寝ろはよ。おいしいで寝るぞ。やめしかもや。寝てしまえはよ。あーくそ。なんかお前長州しろが。面白い。んだよ。あーくそ。匂いのしてきたろ。ペロペロ。匂いのしてきたろ。いや、ペロペロしろ。ペロペロしろ。なんでペロペロしろって。なんか、指でこう。違う、違う。草かなと思ってから、ギリギリとこうやって飛び出して、こうやってね。どうしてんまだあーしたしたしたあーしたしたしたうぅぅぅ電気消せそういう言うか、うん、そんなこと寝てやったよ、そういうもんなんか寝てほしくないもん、邪魔がここついてくる、うん、寝てくれ、困るショックで困る楽しくは、うん、寝てくれ、電気つけてるか寝ろよ。電気つけてこ。こんぐらい。一緒やっか。おやすみ。電気つけてこ。玄関開けたら1秒です。健吾さん。はい来たー。もう入れ食い状態。よしドラマー。